自分の人生が外れても大丈夫なのかなってちょっと思ったんですよね、ここら辺で。私はトラウマがあるからとか、私はこうだからみたいな感じで握ってる可能性もちょっとあるのかもしれないなと思って。音楽ってそれだけ人が絶対不可能だって思えるぐらい信じられないものを信じさせる力があるから、本当に最高の音楽を作ったらその音楽は絶対消えないから、私はそこが全てでこれからはもう生きていこうってなんか思えたんですよね、今回のツアーで。あ、こっちから行きましょうか。よかったですね、天気良くて、ね、酸味がほとんどなくこっちがいいのかな、なんかずっとこうファン、一ファンとしてめちゃくちゃライブに、黒田さんのライブ今まで行ってきた人だったから、もう出来上がったプロダクションってなんか尺決まってんのかなとか、やっぱりなんかこう分かるものとして見てたけど、自分の音楽に入った時全然違うかった。自分の音しかない状態でどう吹くかってすごいその人の人間性現れると思うんですけど、いやめちゃくちゃかっこよかった。ただただ本当に音楽になんかまみれてその瞬間を全力で感じてる時が結構機能あってめちゃくちゃ気持ちよかった。だからなんかそれで終わってから来てくれたラジオの人とかが、本当になおちゃんが楽しんでるのを見てるのが楽しかったと思って、そうだよなみたいな、音楽ってそうだよな。そういう人がいてすごい嬉しい。なんか上見て、あ、この人みたいになりたいとか、こういう人間力持ちたいとかって思える人が上にいるってめちゃくちゃ幸せなことですよね。自分の見えてる目の前で怒ってるとかそういうことばっかりにとらわれて、本当にこの世界の美しさとかこの世界の可能性とかそういうことを 100% 信じられてないのは実は自分なんじゃないかなみたいな。だから音楽ってそれだけ人が絶対不可能だって思えるぐらい信じられないものを信じさせる力があるから、だからなんか私はそういう音楽を作りたいなってめっちゃこのツアーで思ったんですよね。うん、藤ヶ丘っていう吹田のまたここから自転車で30分ぐらいのところに住んで、で親が離婚して、で住んでたのがその千里山っていう施設に住んでて、だからうちの母親と姉3人と4人で住んでたんですよ。でその時が私のうちと親の離婚とあと学校のでのうまくいかないのが全部来たのが私の高校時代で、だから母親もすごいしんどそうだった。一人で3人育てないといけないっていう、すごい信頼してるミュージシャンから、なおちゃんって歌うまいけど何も感じないって言われてた時期があって、ですごい思い悩んでて、その時に私が悩んでたらお母さんが、ああじゃあ一人でなんか
ヨーロッパでも一人で旅行してなんか探してきたらいいじゃないの、勉強したい人とかいないのみたいな、ボーカルレッスンとか受けてきたらみたいな、行きたいとこ行ってお金だったら出してあげるわよみたいな感じで50万くれて、シングルマザーですよ。だからそういうなんて言うんですか、こうめちゃくちゃ倹約家なんですけど、ここってタイミングの時にもうなんて言うんですか、惜しまないんですよ。めちゃくちゃかっこいい母親で、あ、ここだ、千里丘。そう、学校は本当に行けなくなっちゃった後に何もすることないから、そこの川べりを歩いたりとかぼーっとするところがそこで、どちらかというと整備されている感じかもしれない。自分はなんか仕事もなくてアルバイトも続けられなくて鬱で、高校も中退してみんなになんかちゃんと高校卒業した方がいいよって言われてて、でも音楽やりたくて、でも音楽でも何していいか分かんないっていう、なんかぐしゃぐしゃの時期だったから、だからなんかそこら辺ぐらいから自分が見てる景色とか自然が見せてくれるなんか世界の美しさと自分が今生きている世界のギャップみたいなのってなんかずっと感じてて、なぜ自分は今見ている世界のように生きれないのかなみたいな、どっちが本当なんだろうみたいな、その美しいものが本当なんだってどこかなんかずっと信じたいっていうスタートぐらいが多分その18歳とか19歳ぐらいの、17、18ぐらいの本当にここに自分が住んでた時は、その時は 5% ぐらいしか信じられてなくて、その 95% はもうただのクズって感じだったけど、なんか今こう生きてきて今6、4ぐらいで信じてる、いや6ぐらい実はマジで最高なんじゃないみたいな、あと4割を自分を騙せたら本当だって思えたら私は勝てるんじゃないかなってめっちゃ思ってます。なんか頑張ったな、なおって感じ。多分乗り越えたんですね、本当。よかった。ダウナーじゃないです、私は今。ここ大阪っぽいですよね、ちょっとね。美味しいうどん食べたかったな。でもお好み焼きも食べたい。すみません。うわあ、ありがとう。うまっ。全然近いですね。あの奥のあれか。あの茶色いやつ。ここやば、デッサンとかもやってたけどあんま良くない生徒でしたね、本当。ずっと粘土で机の下で物作ってたりとか絵描いてたりとか、あと漫画積んで図書館ってみんなに呼ばれてたりとか、なんかちょっとなんて言うんだろう、言われたことを聞くのが無理になっちゃったんだと思うんですけど、そうやってずっとサボりにサボって学校行けなくなって、で駅にも行けなくなってっていうのが続いて、あの出席日数が足りなくなってあの退学になったんですけど、なんかその時はこの学校が悪いとかって思ってたけど、なんかやっぱ今見ると私は良くない生徒だったなってちょっと思いますね。めっちゃ綺麗。全部なんかその過去の高校のことじゃないけど、実は乗り越えられる時期にもう来てるんじゃないかみたいなことを言われて、なんか自分が逆にその私はトラウマがあるからとか私はこうだからみたいな感じで握ってる可能性もちょっとあんのかもしれないなと思って、
だからまあ自分が提案しときながらめちゃくちゃ来てくるの嫌だったんですけど、すごい楽しいです今。高校生の時って学校行けなかったらめっちゃ大事じゃないですか。私の人生もう終わっちゃうんじゃないかなとかと思ってた時に、高校を通り過ぎてここ来たらめっちゃ綺麗な景色が広がって、あら私死なないなみたいな私の人生終わらないじゃんと思って、なんか自分の人生が外れても大丈夫なのかなってちょっと思ったんですよね、ここら辺で。めっちゃ綺麗じゃん。高校卒業できなかったりしても生きていけるし、それでも自分の好きなことでちゃんと生きていけるって、その時はもう不安の中それしかできないからやってたけど、それでも生きていけるんだなって本当今思いますね。あの時自分のことなんか押し殺して、でもそれでも行かなくちゃいけないって自分のこと殺してたら多分心が死んじゃってたから、よかったなってすごい思います。そのままでいいんだなって、自分の存在っていうところがどこにもはまらないんだなって本当に実感したのが2018年ぐらいで、アメリカに行ったらなんか分かんないけど居場所あるかなと思ったんですけど、居場所っていうかなんて言うんですか、自分と同じようなことやってたりとか、あそうだよね気持ち分かるよねみたいな人に会うかなと思ったらそんなことなかったから、だから多分そういうところに、そういう運命っていうかそういうことを感じる人生に多分きっと私は生まれてるから、じゃあそれなんだったらそこから私は何を伝えないといけないんだろうみたいなことをすごい思って、だからすごいなんかポジティブな部分に自分はいけたんだなとめっちゃ思ってます。でそれで加えてこのツアーのこともこのツアーがすごいなんか自分をポジティブなところに連れてってくれて、なんか面白いなって思って、グラミーっていうなんか称号がついたら信じてくれた人たちにちゃんとお返しできるかもしれないとか、私がずっと望んでた未来がもらえるかもしれないとか思って、それって結局なんて言うんだろう、人に認められたいがために何かに固執することじゃないですか。でも本当の価値を知ることって人に認められることじゃなくて、自分の才能を磨いて自分が作っているものを美しいと思う、自分が思えるかどうかだから、それって結局自分の戦いで、その自分の戦いから降りて自分を認めることに人を利用しているだけの話で、だからなんかここ1年ぐらいはすごいその純粋に見えた夢の本質を見せられて、それを認めざるを得なくなって、かっこ悪い自分と向き合わないといけなくて、あ自分もやっぱそういう感じを利用してたんだなっていうことにも気づいて、きっと私のこれからの人生もアップダウン絶対あるから、本当に最高の音楽を作ったらその音楽は絶対消えないから、私はそこが全てでこれからはもう生きていこうってなんか思えたんですよね、今回のツアーで。I don't wanna fight. There's always another way. And I never should have doubted. It's turning to a brighter day. My game is mine.But I'm trying to win together. Wondering how far I've come. I kinda knew that I was